九月七日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩次の ＯＫ コージーアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です。日本放送飯田浩次の ＯＫ コージーアップこの後と八時まで生放送です。 え冒頭ね、ね、えー、天気を一言言ってから、うん、あタイトルコールを行うということをです、ね、この番組始まってからずっとやっているわけですけれども、はい、えーずーっとお新庄さんにかかりきりになっているのは天気を調べるのを大体いつも忘れてて本当に直前で、えー、今だとお陽明市の CM をです、ね、あの石川みゆきさんの声が流れているところで <laughs> 今日の天気、何だったっけって言って <laughs>、えー、はいはいって言って出してくれるっていう、ね、たまだです であの新庄アナウンサー先週戦先々週と東京パラリンピックのね取材専念ということで、えー、お休みだ番組はお休みだったんですけれども、はいうん、あのー。 番組ディレクターがですね昨日ふとを漏らしたのが、はい、番組が終わった後にですね、うん、反省会で「えいや、まあ、先週先々週はちゃんと天気調べたのにこの人はなんかこの飼い主だったら甘えられるみたいなところでとことん手を抜くんだなっていうことが分かりました」ってですね <laughs> そうだったんですねいやよく考えたら確かにさ、ね、もうなんかああのー。 いつもと違うアシスタントの人が来てくれてるぞと思うとああ、そうだ、天気もちゃんと調べとかなきゃなって思ってたんだけど <laughs> なんかね新庄帰ってくるとすごい <laughs> 気を抜くというか落ち着くというかです、ね <laughs> えー、本当ですすすね本当か安心感あります安心感は本当ね、申し訳ないね。<laughs> <laughs> 三 <laughs> 年半にわたって、えー、先輩の介護を続けてくれてるという感じで,といです。朝かでも、そっか三年半ですね。でも、あの、今ね、あの、今日は曇り時々晴れか。はい、まあ、あの、久しぶりに、えー、お天気良くなるぞというところなんですが。すね、一方で、ええ、今の有楽町日本総区上の温度計が十八点八度になってます。あの、ここのところずっとね、低温注意報が出てんだよね。いや、で、まあ、あの、これぐらいの気温だと、まあ、普通に生活してる我々は過ごしやすくていいよねっていうふうになるんだけど。やっぱ。 あのー、作物を育ててらっしゃる方なんかにすると<ー>ちょっとこれは気温が下がりすぎるぞと,うとそうですよね うんそれでてし木曜日は予想最高気温31度と今、予報が出てまして<ー>今日二25度なんですけど、ね、そうなんですよねいきなり下がっていきなりまた上がるっていうねうこの寒暖差で体調を崩される方もねいらっしゃるといらっしゃるとねよくないですからそこも気をつけていただきたいですしです、ねね、作物もねね心配ですよよ、ねね、そうなんだよ確かにね私、あのー、子供がですねはい まあ子供にご飯作んなきゃいけないっていうところで,、うん、であの野菜を水煮にしてでそれをアイスキューブに固めてですね<ー>で冷凍庫に放り込んどいてであのちょいちょいそれを解凍してスープ作って出すみたいなのを<ー>。 こうねぎとるんで、あのー、玉ねぎと人参のセットとかねあとほうれん草とかこうそのこう値段がものすごく気になってだからそれこそ、まあ、ちょっとねほうれん草収納時期外してるっていうのもあるんですけど、あのー、一時期だとそれこそセールでで1、ね、束100円とかで売ってるようなものが今298円とかついておいおいこんなに高いのかよっていうですねちょっ 手が出ない,なといやブロッコリーなんかもさあのちょっと前までだとあの目玉で78円とかだったのに、うん、198円とも、ねうん、ちょっとねこの先あの野菜の値段心配だなというふうに個人的にもこう思ってるんですがまあちょっとねあの今週 ね、半ばから、えー、後ろにかけては気温が上がってくればもうちょっとあれかなと思うんですがずっと曇りマークついてるんで認証不足も心配だよねっていうね千葉のですね、えー、J 香取さんを中心として、えー、千葉の J の皆さんがお米作ってくださっていてもうそれもですねいよいよ刈り取りっていうような、えー、時期になってくると、まああの普段だとね、えー、我々も行ってですね刈り取って今年どうだったとか、うん、あるいはあの農家の皆さんにいろんな話を聞くと。 本当に勉強になるんで行かれないのが本当に残念なんですけれどもこれ本当にコロナ後でやろうって話なんですが今のところ順調に、ねえー、お米育っているとこういうことでもあるんですけれどもちょっとねその辺やっぱりあのお世話になってると気になるなっていうね一昨年は台風で大変だったわけですしそうですよね,ねえーえーまあ、ちょっとね過ごしやすい気温ではありながら体調の管理もしっかりしながらね、えー、今週も頑張っていきましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの後すぐご登場です、えー、まああのー、今あまさに えー、話題沸騰という自民党総裁選についてもね、えー、伺ってまいります、えー、そして7時台取り上げるニュースですが加藤官房長官ロシアの北方領土特計画に関して遺憾の意を示すというニュースそして、えー、石破さんがこの指示になるのかというようなことが今朝のお新聞各紙に載っております、えー、そして七、えー、時半ごろキーワードのゾーンでは北海道胆振東部地震、えー、昨日発災から、えー、丸三年を迎え たということですが現地厚間町まあ、一番被害の大きかった、えー、そこでですね、えー、ハスカップ農家をされている方にお話を伺いますまあ、今後の復興というようなね、えー、ところも含めてのお話です、えー、そして、えー、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは工事未来提言河野太郎行政改革担当大臣に、えー、ワクチンの接種計画についても伺ってまいりました、えー、ご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570−02−1242 ツイッターはハッシュタグコージ1242ハッシュタグコージ1242ですおはがきでもお待ちしています郵便番号100-8439日本放送飯田コージの OK コージーアップオピニオンの係まで今週は番組で作ったお米コージー米千葉の新米コシヒカリを毎日20人の方にドーンとプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募 さい。 さあ,あ,あこの時間からああコメンテーターの方々お登場です今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです青山さんおはようございますおはようございますおはようございますよろしくお願いします皆さんおはようございますあのー、このね日に出ていただくっていうのは、はい、結構前々からお願いをしてはいたんですけれども、はい、まさかこんな展開になって出ていただくとはという感じで総裁選がやってくるしこういう展開だろうなと思ってましたけど、ねえー、あそうですか、はい、やっぱりそういうもんですかはいで あのー、お実はあ、はい、先ほど、本当に先ほどですが、はいえー、青山さん、えー、ご自身のおーホームページの、えー、ブログも更新されまして総裁選にこう臨みますと。 こういうふうにお書きになっていらっしゃいますがメディアに露出をするという、ねうん、えことでもあるしで、はい、そこでこう総裁選については話すだろうということもあるでその中で直前でブログ更新されたっていう。 こう情報を出すにしても、悩まれたところがありましたよね。これあ,あ、大変ありましたね。えー、ありましたが、はい、ああ、一つは今日、僕は代表を務めている議員集団の。守る会の総会があります。それで、ブログに記したのはあくまで、はい、その守る会代表の立場じゃなくて。うん、あくまで一議員として、はい、まあ、個人というか、公の一議員としての立場で、あの、記したんですけれども。うん まああのー、議員それぞれには背後に試験者がいらっしゃるんで、はい、そういう意味でも、まあ、事前に無条件でお伝えしてた方がいいでしょうと思いましたうん、うん、でただし今無条件と申した通り、あり外国の工作員もご覧になれるのが、はい、敬語を使うことないかもしれないけど <laughs> 誰でも見れるのがこのブログなんで。はい したがって、えー、情報は限定してますけれども基本的なことは全部、うんうん、これで明らかにしました改めてになりますが、えー、ここに書かれているところで、まあ、今回の総裁選、はい、どなたをこう押すのかというところまで書いてあります、はい、その前に 1>,、はいあのー、1年前の、はい、菅政権の誕生と組閣。うんうんうん それが全部、自由民主党の、うん、既存の派閥によって差配されて、はいうん、それは一人の自由民主党議員として主権者に大変申し訳ないと思いましたから、うん、いろいろ考えた末にまずは一人きりで考えたことですけれども、はい、僕自身があ総裁選に、えー、つまり1年後のがますもんね、はい、令和3年9月の総裁選に打って出ようと。はい、で常識、えー、外れもいいところで まず参議院で、はいえー、なれるのかと前に林芳正さんが挑戦して大変、あのー、苦労されたみたいでそれで今、く替えを図っていらっしゃるうんでも僕はそのちょっと趣旨が違っててでいね今、あの小選挙区のお制度ですよね衆議院が僕は実はそれに長年反対してまして今も変えるべきだと思っています。う で一方、参議院は全国比例があってです、ねはい、まさしく全国のことを考える、うんただし、まあ、多くはあ特定の団体の支持がついていらっしゃったりあるいは特異な地域を、まあはい、作られるんですよね。うん僕は後援会も作れません、公約官庁も置かない、支持団体全部お断り、うん、政治献金も誰からも受け取らない、だからまさしく日本のことだけを考える立場にあるいは考えられる立場にあり。はい それから閣僚経験がない、うん、それから党四役もやってないでも現場の専門家としての仕事は、はい、まあいくつかの複数の分野で、うん、外交安全保障国家危機管理資源エネルギーメディアリテラシーそういうところでまあ実績積んできましたから、はいあのー、民間の異業種から議員になるべきだってこともずっとこの5年間主張してますのでそれを全部自分で謙虚に もう一度考え直すと自分自身でえまあ泥をかぶるって言い方あんまり好きじゃないですけどまあ泥でも何でもかぶってまあ自分で血を流してやるべきだと思ったんで決心してそれで去年のうちに守る会の幹事長の山田裕さんっていう僕の盟友の参議院議員の話をし年が明けてから守る会の事務局長の高木圭さんっていうえ東京から出てる衆議院議員の話をしそれから。 あー安倍さんにも話したんですけど僕は無派閥なんで完全な無派閥ですから、うんうん、安倍さんにお話する理由はな本当はないんですけれども山田寛さんが安倍さんの派閥に属してらして、はい、安倍さんが僕の出馬に反対しないことが条件ですとおっしゃったんで、うんうん、それで7月の28日に安倍さんに電話、はい、でお話をしてその後8月6日にお目にかかって、うんえー、お伝えしたと。 でその辺りでは僕まだ高さんんの出馬っって全然知らなかったでですんでその辺りで高市さんの出馬を要約して安倍さんからも聞き、はいえー、で思ったのは、まあ、高市さんと僕は例えば皇位継承を不警一景によって安定させましょうとか、はい、あるいは経済安全保障が実は大事で、うん、それは、まあ、いわゆるスパイ防止法とも一体のものですねとか。はい あるいは財政出動を果敢にやって今の経済苦境を打ち破りましょうと、はい、税制については僕は考え違うんですけれどもただし国の根幹のところが一致してるので、はい、このまま2人とも出るとですねもう間違いなくその真相が分断されますよね。はい、それから実はは意外でしょうが自由民主党は あこういう皇位継承についても女系天皇でもいいんじゃないかって方も多くてですねあの僕らあ僕らって言い方いいかどうか分かりませんが高橋さんとか僕とか守る会とか、はい、守る会67人もいるけど実は少数派ですから、うん、うん少数派で2つ割ってたら,らはっきり申し上げれば、はい、女系天皇 OK ですという総理が誕生する可能性が膨らむばっかりなのでうんそれで高橋さんは。 あおそらく、はい、その取りやめはされないでしょうからそうすると僕がもう引くしかないと思いましてそれでこの間の日曜日の朝に最終的にそれを決断して国民の中に僕を支持してくださる方もいらっしゃるんでその方々には本当に申し訳ないと思ってそこが一番辛かったんですけど最終的に決断をしてまずあの参議院自由民主党の瀬耕弘重幹事長に電話しました。これは<ー>これれはも、いまあ、筋を通すためだけで、うん 一応僕は参議院議長じゃなくて参議院住民人の一員ですから、はい、実はこういう行動ですということを伝えましてそれから高橋さんに電話をして、うんえー、高橋さんからもともと推薦になってくださいってことを、はい、8月の段階で、えー、電話と面会で強く依頼されてたんでお受けしますと言いましたそしたら高橋さんはびっくりするぐらいまず驚かれて「<ー>え!」って言われてですね、はい あ僕は断ると思ってらっしゃったんだなとうん、はい、それでお受けします推薦になりますでなる以上は、はい、高橋さんはその伏せていただいてもいいですよとおっしゃったんですけど、うんうん、それはちょっと僕考え違ってて、はい、当然、試験者に全部無条件で知らせるべきだし、まあ、いずれ告示になったら明らかになることであるんですけどうんなるべく党員・党友の方にも早く判断いただく方がお考えになる時間が多い方がいいので、うん、僕はもう全部公表しますと。 いうことを申し上げてで高橋さんはありのままにいると、はい、まあこれで流れが変わりますとうん、うん、おっしゃいましたうんまあ苦闘されているんだなというのがそれを伺いましたでその後安倍さんにも、はいえー、もう一度もう一度って改めてこういうことをしましたよというのをお伝えしたらうん安倍さんあんま大きな声出さない人なんだけど大,大きな声で。はい わそれは大きいよ大きいよ大きいよって言われてですね。起きよはい<おー> <laughs> はいよく僕はあの安倍さんのモノマネ普段するんですけど、ね、はい起きよその時はあのモノマネしようがないぐらい<ー>はい普段にない大声でしたね<ー>はいただしはいしまああのー、僕の推薦になることなんていうのは、うん、まあ影響はさしてないと僕は。 ってますけれどもそのね今も少しちらっとおっしゃっていただきましたが政策であるとか主張の部分でもちろん100%一ということはありえないけれども税制が一番違いますね高橋さんはっきり増税はおっしゃってますが金融資産のね20%から30%ということ資産課税だからいいってわけじゃないと思います日本に必要なのは全般的に消費減税はもちろんのことここは安倍さんともだから全く違ってたし今 違いますし今も親さんにしつこく言ってますから <laughs> 今もおっしゃってるんですかむしろ当たり前でしょ <laughs> この中にあって例えば消費増税を考える人がいる、はい、申し訳ないけどその岸田さんも の当面は考えないとはい上げも下げもしないっていうのは当面はということをかいやその、うん、そ当面はっていう政治的用語は、はい、むしろ僕逆効果だと思うんですよね、うん、うんいずれ上げるっていうに誰でも聞こえますよ正直申し上げてとんでもないと思います僕は当然消費減税に踏み切るべきであって<う>で多分高市候補の真意は、はい、あのまあ消費税について、えー、僕は高市さんから推薦で頼あった時に税率、まあの話は してませんねとに言ったんですけれども消費増税減税より前にそのまあ,あの金融によって作られた資産に課税するってことだから格差の縮小になるってお考えなんでしょうけれどもしかしそんな簡単なもんじゃないですとにかくその格差の解消イコール増税っていう考え方自体がまあやっぱり財務省が喜ぶんであってまあ高橋さんとしてはその 政権取るためにはやっぱ財務省と喧嘩ってわけにもいかないってお考えなんでしょうが、あ,<ー>あの僕は一年前から決心してる一つはですね、財務省ともこの議員になって五年間ずいぶんまっすぐ議論してきて、で僕は東大で教えてたあ影響もあって教え子がどんどん官庁に入っていくんですけど、はいうん、でそれもあってこの財務省の内情もよく分かってきて、あの必ずしもね、はい、あの例えばとにかく増税して 国の懐を,を,をあったかくすすればいいいって考え方だけででもないんですよ財務省もやっぱり内部で変化起きてるからうんそうすると財務省はこう経産省はこう、はい、外,あの外務省はこうって決めつけてうんで官僚官僚って言ってですね、はい、あの国会議員がやらそうな顔をすること自体も変えなきゃいけないと思ってるんでだから行政官とあえて呼んでるんですけど。 だから、そういうのを、こう包括的に考えると、基本的に増税はすべきじゃないと思いますから、そこは意見違います。ちょっと、すみません。あの、うん、飯田幸ちゃんの話の腰を折っちゃった。も、はい、で、あのー、まさにそこの部分と、そして、えー、この、お、皇位継承について,てい、ね。そこはすごく一致してますよね。だから、国家間歴史観が。はい、高市早苗候補とは、僕は一致してますから。そこ,こは一番大丈ですそここそうん。 今、あのー、出てるお名前の中で、はい、そこが完全に一致してるって言えるのはだから高市さんしかいないさっきの話でもう一回言うと高市さんと僕しかいないから、はい、そこを2つに割ったらですねうそうじゃない政権がそれはできることになりますよね。えーはい あの昨日の朝、こ気になるなっていうニュースが入ってきていてそれが、はい、あの共同通信が朝6時ぐらいに報じたんでこの番組で取り上げることができなかったんですが、はいえー、政府・女性皇族が継ぐ案を想定天皇ご一家とお、まあ、陛下のご、えー、一家とお4つの宮家存続の構想という,う、まあ、見出しがあ出ておりました。まああのー、今あるう宮家と、えー、というと、まああ 三笠宮家そして常陸宮家とこういう,うことになろうかと思いますけれどもうんまああの久、ー、々の殿下を除けば、はいえー、女性の方々、まあ、内親王殿下があ今あいらっしゃるという,、はい、うお家が あるというところで、まあその宮家存続ということになると、これは女性宮家、そしてそ,その先にはあ、ね、女系ね、えー、母系なりますはいということになっていく。はい。だから全く反対です私は。でこれあの共同の記事でもお女性宮家って見出しをあえて取ってないんですけど、うん、だからこれ変形版ですよね。だから秋篠宮家のように既存の。はい。 おうにおおにやががて女性のとということ。はで普通女性宮家っていうと女性をご当主にして新しい宮家を作るってイメージだったですから変化球なんですけど結果的には同じですそれはそれでえ女性がいけないって言ってるんじゃなくて前から僕は民間専門家の頃からずっと申していてえ今漫画も出してますけれどもその女性天皇はまあ 10代いらっしゃいましてで皆様お父様の系統でつまり父系でですね男系女系っていうから誤解が生まれるんで男女の問題じゃなくて父系でつなげると例えばちょっと僕をするのはあまりにも僭越ですけれど青青山山でで親父がすよねだから父方辿っていくと「青山青山青山」ってちょっとつながっていきますけど。 僕の母は今だから青山には繋がってないわけですよね、うんはい、だから父方母方って、まあ、それだけのことであって実は複雑なことでも何でもないし、うん、で遺伝子のことをおっしゃる方も多いけどそれはまあ,あのいいですけど後からつけた話ですからね古代から日本は続けてきてるんで,、うん、んでそれを考えるとですねの女系天皇を生むと女性じゃなくて女系天皇を生むと、はい、天皇家としては、はい。 要するにあえて国際水準の言い方をすると天皇家の王朝は終わってしまって例えば愛子内親王殿下が、はい、あ例えば外国の方とご成婚をなさって、うん、そしてそのお子様が即位されるとそちらの方に行くわけですよね。でヨーロッパではずっとそれが起きてるわけで、はい、だから世界史でイギリスの王朝の変遷を習うわけですよね。えー、というとい、ね、日本は王朝の交代がないからうん、うん、古代の国が現存している世界で唯一の国ですからね。うんうん だからこういう変化球は間違いですがちょっと時間ないでしょうがただしこれはですね、はい、一方で有識者会議の結論として GHQ に廃絶された宮家から口、はい、頭に我々の戸籍じゃなくて、はい、庶民の戸籍じゃなくて、はい、皇室の お江東府に戻っていただくっていうのも入れてるからそれとの見合いで出てきたんで、うん、これが有力になってるるというのは事実に反しますでは次の政権で決まるんで菅内閣でこれ全部決めてしまったらそれは国に謝りますよね次の政権ですだから大事なんですだから今回大事そうですまずはあ総裁選についてお話をいただきました、えー、今日8時までお付き合いいただきますよろしししくお願いいますこれでで番組終わりそうなぐらいでした <laughs> <laughs> えー、さて、えー、スタジオには長官が入ってまいりましたが、えー、今日はあ自民党総裁選というところ朝日、毎日それから そうですねえー、西が一面トップ、まあ、あの総裁候補まと、あ、まらぬ派閥とかです、ねえー、混迷の自民総裁そのあ似たような派閥、あのー、見出しが並んでいるなというのが朝日毎日でございます、えー、それからコロナについてを書いているのが読売新聞コロナ禍の完成一律塚ということで、まあ、あの東京2020オリンピック・パラリンピックの総括の記事、まあ、特集記事が一面トップというところ、えー、そして今週末には 9, 9月11日同時多発テロから20年を迎えますが産経新聞はそれが一面トップ アメリカ、ビンラディン殺害を優先、混迷招くというアフガン情勢について取り上げております。それからですね日経新聞はホンダとゼネラル・モーターズが EV ・電気自動車について部品などの共通化に動くというニュースを取り上げております。脱炭素を迫る世界再編といいう見出しししが立っておりまます一面をご紹介いたしました さあここで番組からのお知らせです今週のコージーアップ特別企画でお送りしています新型コロナウイルス景気の低迷そしてまあ今後の政局先がなかなか見えない中ですが未来に向けて提言をしてまいります、えー、ゲストは河野太郎行政改革担当大臣と甘利明自民党税制調査会長すで、えー、にインタビューを終えておりますがまあ、ワクチンであったりとか総裁選であったりとか経済対策であったりとか、えー、様々なお話を伺っております、えー、今日はこの後 あと7時40分頃、えー、河野大臣にワクチン政策についてインタビューをしておりますそして明日水曜日は総裁制の立候補をすでに表明しています岸田文雄衆議院議員の生出演も決まりました、えー、そしてコメンテーターの皆さんいつもより早い6時台前半からの登場です明日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん明後日木曜日外交評論家で内閣官房参与の宮城邦彦さん金曜日は明治大学准教授で経済学者の 飯田康之さんですそして今週は番組で作ったお米コージー米千葉の新米コシヒカリを毎日20人の方にドーンとプレゼントしています今週のコージーアップとても大事な1週間でございます、はい、ぜひご近所にお知らせくださいよろしくお願いいたします さあ,あ今日は青山茂春さんとともにお送りしております引き続きよろしくお願いしますあこちらこそよろしくお願いします,します、えー、メールツイッターもね本当に様々いただいておりますがこちら、はい、夏ママさん、えー、横浜港南区の方ですね、はい、青山さんこの展開読んでらっしゃったんですねブログも拝見しました伝わりました人同士のモラル最優先行位継承の問題難しい話ですが考えさせられましたとうん嬉しいですねうんまあ どういうご意見も全部拝見してるんで、はい、ブログの山のように来ますけどそして皇位、まあ、継承に関してですね、えー、このまさに「守る会」が監修、はいえー、青山さんもが書かれ原作されました、えー「誰があなたを守るのか不安の時代のスメラギと、はいえー、いう本が出ておりますぜひこちらをご覧いただければと思います。はい <music> ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AM、FM ラジオ、ラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです ぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事イアップ次代最初に取り上げるニュースはこちらです 加藤官房長官がロシアの北方領土特区計画に遺憾の意を示すロシアのプーチン大統領は今月3日北方四島に特区を創設し企業の税金を10年間免除すると表明しましたこれを受け加藤官房長官は昨日の会見で日本の立場と相いれないとして遺憾の意を示しロシア側に申し入れたことを明らかにしました ロシア主催の国際会議東方経済フォーラムの中でこの方針が示されたとといいうことでありますはい、全く反対ですしその言わなきゃいけないこと多いんですけど一番はですね、はい、日本が遺憾の意を示すだけでは全く足りないですよね。うんうん、で日本の立場と相入れないっていうこんなあのいわば抽象的な表現じゃなくてそもそも約束が違います。はい ただしですね、安倍総理とプーチン大統領が約束をなさったこと自体に僕は反対でしたから安倍政権時代の北方領土交渉に、まあ、自由民主党の一員としてこれも正面から反対してまして、はい、安倍さんに言わせると青山さんはいっぱい反対だということなんですけど消費増税も反対だし <laughs>、はい、でもはっきり申し上げて、まあ、こうなるレールを引いちゃったんですね、日本がね。う この今回のことで一番大きいのは、はい、日本の法律を完全に無視すするってことですよねでロシアの法律に従って、はい、だからロシアの法律はそもそも取れるはずの税金を取らないことにしますよとで従ってその安倍さんの考えたのと目指したのと全く真逆になって、はい、その経済優先ってことにつけ込まれて、はい、じゃあ特区を作りましょうっていうにロシアが動いててでこれちょっとでも乗ったらですね乗ることはないと思いますさすがに。 あの菅政権はそうですし、うん、その後の新政権がどなたになっても乗ることはないけれども問題はですねそんなことはロシアは読んでるんで、はい、この外国に門戸を開くっていうのがね外国の一番は間違いなく中国ですよね。はい、で中ロの連携は最近、まあ、ますます目立っていてですね例えばアフガニスタンについてもタリバンに、はい、まあ、あわば介入してるのは、うん あロシアと連携した中国なんですよね、うん、だから中国にとっては一帯一路に乗っかれるかもしれないことがあって、はい、それから北方領土について言うと北極の船の運航ができるようになってきたので、うん、氷が溶けまして、はい、したがってその北方領土方面に対する中国の関心がまるで変わってる、うん、でしたがって、えー、ロシアからこういう誘いがあれば、はい、中国は乗っかってくる可能性十分にあって、うん、可能性っていうか恐れがあって。はい そうすると例えば尖閣諸島にロシアがまた新たに首を突っ込むってこともありえるので<ー>あの北方領土が返ってこない、はい、え島民の方々がまた苦しみが続くとメディアで旧島民っいう言い方やめてほしいんですよね、うん、今も島民ですから,だからそれに加えてですね、はい、その中ロの連携が日本の国益にも今までより大きく反していくその始まりなので、うん、だから遺憾の意を示すところじゃないですよ、これは。 で日本は軍事力が実質ないので専守防衛ってことは逆に言うと違う見方で言うと外交にそのバックにいる軍事力を使えないってことなのでそんな外交はふ段ありえないのでそうすると何が有効かというとこれは制制裁裁しかないんでですすよよ経済制裁ですよねでロシアは実は日本経済にかなり依存する部分あるいは期待する部分があるので。 この、少なくとも、こういうやり方、約束違反やられると、経済政策に踏み込みますよっていうことは言わないと。遺憾の意っていうのは、あの、はい、年中遺憾の意ですけどね。まあ、本当ね、はい、ネット上じゃ、遺憾法なんて揶揄されるぐらいで。それがあの。 揶揄されたことじゃなくてされているよっていうよりは実態反映しちゃってるからあの制裁法と言われるようにですね日本はちょっと手を出すと何でも制裁で来るぞとで当然制裁すると日本経済にも来るんですよ。でも常にバランスを見て考えてまあ天秤びんにあのかけて考えると。 実は制裁かけた方が有利に働くという場合がたくさんあるのにそれをやろうとしないハイゼン後76年間ですからもう政権変わるのを機にこれも見直した方がいいと考えてます、うん、そもそもロシアは経済的には非常に厳しいし、はい、いい資源の一種以外にいい産業という産業が育ってないというふうにも言われてますもんねその通りです、うん、で、本当には中国信用してませんからあ,あロシアは、はい、まああれだけ広大な国境線を接しているというのはやっぱりありますか ただし、あのー、国境線の問題一応解決したんですけど一番何を信用してないかというと、はい、中国経済のアキレス腱は民間の産業資本がほとんど育ってないので従って今中国経済は国有と言わざるを得ない企業の倒産とかあるいはあもう借りてたお金返せませんとかそういうのが起きてるわけですよ。はい、でしたがって民間の産業資本が明治維新以来ずっと戦争に負けてもなおうもう非常に豊かに育っている日本と 手を組まなないいとロシア経済は上向かないんですよ中国と手を組んでても、はい、日本への脅しにはなってもロシア経済はプラスに実はならないから、はい、そこは見切っている、はい、だから日本から経済制裁を受けるかもしれないになったら態度が変わるんですよ。軍事力を使えない限りはもうそれやるしかないんですよ。うん何んも極端なことを言ってないんですよ現,実現実的なことを申し上げてるだけです、えー、まずは北方領土について、えー、ロシアとのお向き合い方についてでありました。 おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選挙について石破派が河野氏支持か今月二十九日投開票の自民党総裁選挙について石破茂元幹事長が顧問を務める石破派内で 河野太郎行政改革担当大臣が出馬した場合河野氏を支持する案が浮上していることが昨日、分かりました、えー、そしてその河野さんは今週後半にも記者会見を開いて出馬を表明するのではないかということも言われております、まあ、石破さんというともう総裁選、ね、過去4回出馬されているという方で今回どうするっていうのもね なんかあのメディアの調査ではあ期待が高いぞみたいなことが、えー、言われていたりなんかもしますあの今、名前が出たもう一人もうお一人の河野さんところがご存知の通り、うん、足元のお、まあ、麻生派の人なんですけど麻生,、はい、麻生財務大臣そのものが、はい、河野さんを支持してくれない。 恐れが強いんでんひょっとしたら河野さんも出られないかもしれないですよね<ー>でもいずれにしてもですね、はい、あの現状の自由民主党総裁選挙を新聞の多くが今朝の朝刊で混迷、はい、と。混迷、はい、朝日新聞総裁候補まとまらぬ派閥、はい、毎日新聞混迷の自民党総裁選というふうにおかしいでしょす。 じゃあ、去年の9月の総裁選挙はどうだったかというと全部既存派閥で決めてしまって僕は誠に国民に対して申し訳ないと当時から発言してましたし1年間ずっとそれを考えてきたんでそれを打ち破るために実は去年の9月の段階ですでに覚悟を決めてじゃあ言うんだったら評論家ではないので自分でやるしかないと。 でそうすると、まあ、今までの観光を全部破るわけですよね、参議院からなるはずがない、総裁にと衆議院の解散権を持つ総理になるのに、実質、はい、的には総理になっていくから、ええ、その参議院議員ができるはずがないと、うんでも本当は衆議院は小選挙区の地元の事情をどうしても考えざるを得ないから、はい、参議院には全国比例があって、僕もそこから有権者の信任を得て出てるわけですから、うんそしてさらに閣僚経験ない、党四役の経験ない、その代わり、はい 民間の現場でたくさんん実績積んだとそういうことでこの出馬したら「えっ?」という話になって、まあ、僕はボロクソに言われるでしょうが、うん、それは全然構わないので,でそのお話で言うとそあの派閥で決めていかないっていうことを主たる目的の一つにしてて、はいうん、それむしろ当然じゃないですかメディアも、はい、ついさっきまで派閥いけないって言ってたのが、うん、派閥が壊れて。 まとまらないとなると混迷だと。まとまらぬ派閥とか混迷ってなんか派閥がね立ち上があっていことを批判するような行動になっているというのが <laughs> だから国民から、うんうん、あメディアが信頼されなくなって記者出身の僕はあえてオールドメディアって呼んで、はい、若手の記者の方々が僕のところによく来られるんでうんもう自由民主党も中から変えなきゃいけないしメディアも中から変えなきゃいけないし。 まあ大学もそのために教えてるところがあってそう考えたらこの今回の総裁選挙は派閥でで勝手に決めなないだけ、はい、まだけまと言えばマシなんですよ、うん、でその中で例えば今出たお名前で言うと石破さんが、はい、あなぜ、えー、河野さんの指示に回れるかというと例えば皇位継承のあり方について、はい、例えば私と意見が大きくおそらく違ってて、うんえー、女系でもいいかなと。はい 女系で行こうってて信念があるわけじゃなくてで河野さんも実は違う場所では私は女系天皇容認論者と誤解されてるとおっしゃったりしてるようなんですがうん、うん、これあえて申しますと、はい、お守る会って議員集団があって皇位、はい、継承を不景気系で続けましょうってことを一番に掲げてるんですけど河野さんに申し込んでですね、はい、話し合いしましょうってことになって河野さん、王権になったんですよ。 あれは防衛大臣の時代に最初に話をされましたよね、はいはい、日本のおそこ尊厳と国益を守る会。はい、でそれがまあ政局の影響もあって、ですねうやむやになって、それで本来は、ですね、あのー、o、OK、権になった側がずるずるとキャンセルされてるんですから、うんうん、当然、私たち守る会の側に、すいません、前回悪かったですね、今度こうしましょうとおっしゃるべきですが。 それを待ってたんですけど行ってこられないのでうん、うん、こちらから改めて申し入れたんですけどそ,そこには何の返事もないわけですよね、うん、それであのー、河野さん個人を批判してるんじゃなくてこの皇位継承のあり方について態度不鮮明っていうのは、はい、正直非常に不安を感じるわけです、うん、で今回名前が出てる方々、はい、あの僕は今今までずっと伏せてきましたから今朝のブログで初めて公にしたんで、うんはい あの今まで名前出てる方の中で皇位<っ>継承についてはっきり不警一景で続けましょうと、うん、今までの日本の古代から続いてきたあり方を続けましょうとおっしゃってるのは高市さん一人ですから、うん、で、えー、高市さんや僕の考え方って実は住民党の中でも今や少数派とやざるを得ないので,、はい、でしたがって少数派の中で二人で割ったら結果は目に見えてますから、うん、あ私が引きました。はい、で高ささんからからねてて要請されてた推薦人を でそれをもう一度言いますがブログで今日主権者にも報告しました、はい、なぜ今日になったかというと、うん、事前に伝えるべき人に全部伝えてから僕は手順を大事にしたいのでそれで、うん、今朝の4時頃に、はい、4時過ぎにですね、はい あの公開したわけですけれども、おだからといって、この高橋さんがすごく有利になるとは、僕はもちろん思ってないですうんただ、高橋さんご本人は、はい、これで流れが変わるというには,はっきりおっしゃったんで、あうんまあここから本当の総裁選かなと思うんですけれども、ちょっとあえて申すとですね、はい、告示はまだですよね、ええ、17日とされてますね。はい、はい それで住民主党内部の選挙ですけど、はい、でも主権者の一部の党員・党友も参加していただく選挙ですよね。はい、全国の何を言ってるかというと、はい、公選法は公職選挙法は適用されなくても、うんはい、僕はルールー通りにやるべきだと例えばある候補からこのう他の候補はもうどんどん党員に向けて名簿を使って私のビラを。 自分たちのビラを送ってるんだとーんアーマンさんそれに協力してくれませんかって話がありましたからそれ違ううでしょうと、うんはい、ルールはルールなんでんだからそういうことも含めて、はい、その総裁選挙の裏側っていうのが今まで知られてるようで知られてないしこの例えば事前運動が行われているというのも、はい、メディアこれだけ書きながらですねうんうん僕の言い方だとオールドメディアこれだけ書きながら 全く出てこないでしょそ,うです、ね、それは一つは住民主の内部からの証言が足りないからですから僕は高市候補の推薦人になってもあるいはなると同時に主権者に知られるべき総裁選の姿っていうのはどんどん発信もしますし党内でも 発言をこれまでで通りりしていくつもりです確かにあの、うん、記事なんか見てるとむしろコロナ禍だから永、まあ、田町でこう事務所回りをするのが選挙戦の主なやり方になってるみたいな記事はありますけどその事前運動でビラがまかれているだとかっていうビラが送られててる。聞かないですよね、そういう話だとか、はい、でそ,れそこに載っていることってその政策とかも載ってるのかどうなのかっていう、ね、い政策載ってます。あそうするとああ、うん、あの、まああのま 制作書を出されて、まあ、本を出版するという方もいらっしゃいますけれども、はい、まあ会見でポロポロと出てきてる方もいらっしゃいますが、はい、その全体像みたいなものはまだわからない人も多いですよねでももうビラだけは出てるんですね、うん、もうだから普段の選挙も僕は名前を忘れ込む選挙は間違いだと申し上げててだから5年前の時にやむを得ず選挙に出た時もウグイス城もお断りをし党本部から連れてこられた選挙プランナーも どうぞお帰りくださいと申し上げただからこの立法府がまず住民主党の総裁選んでその後諸判指名選挙を立法府でやるわけですよね、うん、その立法府が住民主党の中の、うん、選挙だからといって公選法だったらこれ違法になりますねってことをやっちゃダメですよねだそういうあの足元から現場から変える総裁選にしたいですでそのためにも、うんはい まあ自分の身を捧げる用意をしてたんですけれどももう一回言いますが見方が2つに分かれちゃいけないのでもともと意外かもしれませんが少数派なのでそこでこうきちっと、まあ、数の論理じゃなくって政策を切磋琢磨するとそこはやっぱり国家感だとかそういうものが もうう核の議論とととしてやららなななきゃいけないといけことになりますか、はい、ですかで僕が推薦になるのは守る会の代表としてなるんじゃなくて一、はい、人の議員としてなるんですけれども、うん、今日守る会の総会を、まあ、たまたま開くんですけれども、はい、その時には、まあ、あの我々あの執行部の側として総会の皆さんに、うん、67人もいますから、はい、提案するのはです、ね、守る会の三本柱の政策があって皇、うん、位継承、不景気継でこの場で通り続けて天皇陛下のご存在を守りましょう。はい 中国,韓国や国土中国や韓国に国土を侵食されているのを防ぎましょう失われた国土はちゃんと取り戻しましょうそれから経済安全保障を含めたスパイ防止法を制定しましょうと。でその3点にについて告示後にうんうん、うん 総裁候補の方々に、はい、これ、いかがお考えですかってことを正面から聞きましょうと、うん、いうことを今日総会に諮って、もし総会で同意が得られれば、それを守る会の方針にします、うん、でそれは一方で言うと、特定の候補を、うん、僕は高橋さんの推薦になることでは全然別に、うん、特定の候補を<に>応援するってことは、守る会としてはありません、派閥じゃないので、うん、新しい政策の議員集団ですから。うんはい え続いて教えてニュースキーワードです北海道胆振東部地震44人が犠牲となった北海道胆振東部地震の発生から昨日9月6日で3年を迎えました、えー、この時間昨日に続いてこの地震がキーワードであります、えー、というのもですね先週ラジオの証言災害を語り合うというテーマで特集を行いました 全国各局のアナウンサー記者の皆さんに、えー、災害についてそして今後の備えについてお話を伺ったんですがその中で私も北海道で取材に行ってまいりましてこの、えー、その中でもお土砂崩れで被害が大きかった、えー、北海道厚真町を取材しましたで、えー、厚真町の名産はです、ね、ハスカップというものでこれはの見た目ブルーベリーに似たあ黒紫色黒牛色のです、ね、果実であります。 ですけれどもまあここれをこう元にしてですね、えー、どうやってまあ集まこれから立ち上がっていくのかというあたりも含めてですね、えー、ハスカップ農家の方、えー、ハスカップファーム山口農園のえ山口さんにお話を伺いまましたお聞きくださいまあいあろんな被害の中でハスカップの被害だけで見るとそ104件あったうちの2件の農家さんが、えー、土砂に飲み込まれて亡くなられたんですね。 そして25軒ほどの農家でハスカバ畑が埋まったりそのまあ、崩れていったりとかして失って 1>, <ー>1万1000本がなくなったんですよ、うん、で当時の調査で4万本以上あった産地で1万1000本失ったんですね25%以上、はい、4分の1以上か、はい、1> うんして生産者の平均年齢が70を超えてるわけですよ、はい、ああ そうした時に、はい、まあみんな肩をね、うん、被害に遭った人は肩を間違いなく落とされてる、うん、でもそれをね復興に向けて動き出すかなっていう、まあ、そういう不安も僕はやっぱりあったわけですねもうこれで諦めちゃうんじゃないかと、はい、も,うもう農業いいよ俺たちもう70超えてるしさあとは年金で暮らしゃいいんだよって言ってもおかしくないですか 大先輩方です僕にしたら、はいね、顔を見てね頑張っていきましょうなんてと,とっても言える立場じゃないですだけど僕はその地震からその何日かの報道を見た時に、はい、震度7厚真町でっていうのが取り出されてた時に、うん、僕はずっとこのハスカップを日本一の産地になってから「日本厚真には日本一の作物ハスカップがあります」っていう PR を していたわけですよで町も「あつまさんハスカップブランド化推進協議会」っていう協議会を立ち上げてくれて、はい、でこの日本一のハスカップを PR するために予算をつけてまあいろんな札幌とか都市圏で PR をしてきたでも図らずしもこの地震で「あつま町」は有名になった<ー>でもこの報道の中ではただ地震震度7の町で終わってしまうんじゃないかなと。 っていう思いが僕には募ってってはいでなんとかハスカップを PR この厚真町を知ってもらった機会に一緒にハスカップっていうのを知ってもらいたいって思ったわけなんですよそしたらです、ね、報道の方がその庁舎に行くと日本一のハスカップの街っていうのがあって、はい、それで「ハスカップ寝ないんだろ?」うっていう人もいますよね それでその、まあ、まの町民の方に、ハスカップのことを取材したいんですけど、ただ町民のほとんどの方が、山口農園に行きなさいって言ったらしいんですねハスカップといえば山口さん,なんだったと。はいう え山口さんのおインタビューをお聞きいただきましたそしてねマスコミの注目も集まったというあたりから、うん、そのハスカップでフローズンとかも作ってらっしゃるんですけれども、はい、おこれをですね物産展でやりたいってまず北海道札幌の百貨店がやりだしてそこからあの全国回ってですね こう売るということまで、えー、やっていた、まあ、そこにコロナが来たんで、また大変になって、今。ね、オンラインショッピングとかね、うん、いろんな形で、なんとか、えー、立ち向かっていこうとしていらっしゃいます。うんうん、イブリ東部地震、ね、はい、あの、たった3年前なんですけれど、うん、犠牲も非常に大きくて。あの、命の犠牲も、大きいし、はい、こういう農家に対しての犠牲も非常に大きかったんですけれども。まあ、うん、やっぱその後2年間、その。 感染症の熱でで苦しんだこともあってですね、はい、ちょっと意識からみんなの意識からはこう遠ざかっているところがあるんで、あのー、そこをこのハスカップのお、まあ、農園の復興を通じて、はい、もう一度こうみんなにこう前を向く感じで思い出していただいてで日本は災害列島なので、はい、誰しも実は共有できるので僕も神戸生まれですけど 95年の阪神・淡路大震災すらですね、はい、やや薄れたところがあるんでうんあのこういう,こう生きて続いて、はい、生きてっていうのはこのあの要するに災害の被害がそのまま続いてるっていう意味の生きてうん、うん、生きて続いてる災害被害についてはうん、うん、みんなで当たらないと、はい、この次の災害に備える備えも実は弱くなるんですよね。 なんて言いいますかね楽し恵みですね恵みがきっかけになるっていうのはとっても明るいことなんで今のお話もね山口さん非常に冷静でいて希望を持てる話ぶりでとても嬉しく感激して聞きました。 お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一課がお送りしています、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとともにお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますこの番組は作家は先に言ってくれるんで嬉しいですいやいやいや作家出らっしゃいますよ <laughs> はいね。えー 小説も出してらっしゃいます議員になってから全然本連絡なくなって編集者が5年前にみんな懸念した通りになってるんです、はい、もう政治家っていうと日本のドラマ、はい、映画では料亭でいつも悪い相談してるそれしかないでしょそういう描写ばかり という,と、ね、うそれしかないですよね。はい、実際はっていうか。<laughs> あ、僕自身まず五年間、両手、ええうん、なんてもちろん一人も行かないし、その前から行かないですけど。だから、民間の専門家の時と別に何も変わってないですよね。はい、僕も取材でき、あの、たまにこう、で、政治家の方と、こう、まあ、コロナ前ですけれども。うん、食事しながら、話伺うなんて時に、両手なんか呼ばれたこともないですけどね。<laughs> そもそも、そんな両手ばかり言ってるんだったら、ええ、国会議員数百人いるんですから、赤坂。 両手流行ってるはずでしょ、うん、ほとんど潰れましたからねそうなんですよね今レストランに改装してみたいなところとかも違う業種も含めてですよ、はい、僕は政治記者時代に両,両手の前で立,ち立って待ってますよね出てくるのをあ<ー>そういう両手がもうほとんど残ってないですよ、はいう 話が合わないじゃないですかじゃあそういうことですよね,ねはい <laughs>、はい、さあ,あ今朝8時までお付き合いいただきます一つよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ工事未来提言河野太郎行政改革担当大臣に直撃 えー、今週の OK 工アップはワクチン経済総裁選河野大臣、甘利税調会長岸田前政調会長も登場工事未来提言ということでお送りしております今朝は、えー、河野太郎行政改革担当大臣へのインタビューをお送りいたします、あのー、総裁選で名前が取りざたされている河野さんですがこれ実はお話を伺ったのはですね、えー、そもそもの菅総理のお総裁選挙出馬見送りの直前9月2日木曜日と。 前日ですね。そうなんですようん、うん、ということでですね、まあ、あの総裁選うんぬの話というよりも、まあ、この首相の政策についての話が中心でありました、はい、え今日はワクチンについて、えー、ワクチン対策のインタビューを中心にお送りいたします。ではままずおききいただきましょう 9月1日の時点の発表で、えー、接種の回数が1億3000万回を突破してきたと、一、えー、回接種も57%を超えてきたという、このスピードであったりとか規模感、大臣どうご覧になってますか。はい、あのおかげさまで相当早いスピードで、えー、ワクチン接種が進んでると思います。はい。スタートした時には年内に終わらないだろうというご意見が多かったんですが、はい、あの菅総理が 1>, 1日100万回接種あるいは7月末までに高齢者全員2回接種、えー、そういう目標を掲げて、まあ、あのそれに向かって、えー、一生懸命頑張りましたがおかげさまで、えーまあ、総理の10月から11月の早い時期にかけて希望する国民2回接種という目標も クリアできるような、あ状況になってるのではないかと思います。うんあの、最初に、その目標の一日百万回という数字を、を聞いたときには、大臣ご自身も相当驚かれたということが報道されてますが。どうですか、ここまで来ると思ってましたか。あの、<laughs> 総理が一日百万回どうだ、とおっしゃったときに、私は。いえやいや、七、八十万回にしましょう、と、ご正直、申し上げ。はい だが総理が最後はあの自分の決断だと言って100万回ということを、まあ、公におっしゃいました結果から言うと多分、一番多く打った日は170万回ぐらい打ったんじゃないかと思うんですね、もうあのワクチンの在庫が正直足りなくなるんじゃないかと心配をして少しペースを調整してくださいとお願いをするぐらいのスピードで。 あの行きました、うん、その、まあ、ペースをこう落とすお願いをせざるを得なかった時にまたあの足らないんじゃないかって批判がこう出たりなんかもしましたけれども今はどうですかペースとしては落ち着いてきてると思っていいですかあのだいぶ落ち着いてきてると思いますし9月の終わりまでに日本で、えー、希望する方が2回打つのに十分な量は日本に入ってきます。 で10月の10日までにはすべての市町村で12歳以上人口の8割の方が2回打つのに必要な量をお配りをします。もうワクチンの供給についてはあの全く問題はありませんが、あのまだ予約が取れないという声もあの聞きますけども、もう少し。 必ず打てますから、気長にあの待ってくださいということは、あのお願いをしております、うん、これ、やっぱりその平時は、その無病性だとかっていうのがいい方に働く部分あるかもしれませんが、こういった有事対応っていうのは、全くこう別の動かし方をしなきゃいけないっていうことになりますか。そうですね あのもうこれはデルタ株の感染が広がり始めてましたんで、はい、総理がこの7月末に高齢者2回接種とおっしゃったのも、なるべく早く打ち終わらないといかんということで、そのために、もう極端なこと言うと、手段選ぶなということでありました、でまあ、そういう有事ですから、平時の時とは違うモードでやっぱりやらなきゃいけないっていうのが、 今回の教訓だだったんんと思うんですねやっぱり日本でワクチン接種のスタートが遅れたというのも例えばその去年の7月にファイザーが国際的な治験をやるぞと言った時に欧米と比べて日本は感染者の数が当時2桁少ないから日本で治験をやっても治験に時間かかるだけで意味ないから日本はやらないよと言って外されたんですがその時にファイザーはですね アメリカに住んでいる日本人を集めて国際知見の中に入れてくれてたんですね日本からアメリカに行ってる駐在員の方やら留学生やら日本人を百何十人集めて国際知見の中でやって、えー、日本人も調査取ったデータあるよっていうことだったんですが。 それをまあ厚労省がいやいや、アメリカと日本じゃ食ってる食べ物も違うからそれはだめだと言ってもう1回10月に日本で160人やったんです、まあそれでスタートが遅れたんですがまあ平時ならそういうことがあってもまああのいいのかなということがありますがやっぱり一つ一つこの有事の時にリスクとベネフィットを評価してどう判断するのかっていうのは あのやらなきゃいけないと思いますし、やっぱりそれは国民の皆様にも、あのそういうことをご理解をいただくっていうことが、やっぱり大事なのかなと思います、えー、ワクチンの接種、まあ、その住み具合であるとか、治験のありようであるとかについてを中心にお話を伺ってまいりました、はい、河野大臣でした、はい、やっぱり言わざるを得ないことがありまして、はい、あの第一にはですね、うん 国産ワクチンの開発がなぜこれほど遅れたというよりはできないできたのかということをねそれで自由民主党の対策本部でも当初からそれを指摘しててでで厚労省全然答えないんすよところがその対策本部終わった後に例えば鴨下さんとか首脳陣が寄ってこられて本当はあんたの言ってた通り薬事規制がおかしかったりそれからその目先のことを考えてつまり。 パンデミック感染症っていつ起きるか分かんないからもうそういうのはやめとけとで例えばモデルナね、はい、まあえて特定のメーカーですけど、ええ、モデルナはずっとこう薬作れないいい時期が続いていたわけですよ、うんうん、でそこに民間の投資も活発なんでずっと続けることはできてついに実ったわけですよね、うんうん、でそういう仕組みが日本にないつまり民間の力は生かせないっていうところに大きな問題があるから本当は河野さんの突破力で、うんうん、その辺を 一番切り開いていてほしんですよねだからワクチン接種の遅れっていうのはそのおっしゃってるようなファイザーの治験のことは確かにあるんですけども、はい、そこに話を逃がしちゃいけないと思いますよね河野大臣のインタビューを聞きいただきました明日のこの時間も引き続き河野大臣のインタビューをお送りいたします。特報禁断の衝撃策公開決戦はク たまとったる赤坂やろっぽぎかなんぼのもんじゃいあの大物が続々と登場あのあまり先生が直々にお出ましとはのおおワクチンじゃワクチンもってこい今度のおじに恥かかせるわけにはいかんのじゃい一都三県東京神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の抗争が勃発聞いとるやつは全員集合じゃ とにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃここでは戦う番組しか生き残れないしのぶの言わず飯田康ーの OK 康ーアップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ聴取者には豪華特典もプレゼント聞いたたリスナーのために 千葉の米100人分集めとったでワクチン経済総裁選河野太郎大臣甘利明税調会長も登場コージー未来提言日本放送で9月上旬公開聞かないやつは豚こんじゃる、ええ、な飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画「コロの地レベル2」絶賛公開中ですこちらもぜひご覧ください